支えになってると思うの。照れくさいけれど、まだ続くけれど、聞いてくれ。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。ありがとうテレビの時間が参りました。本日9月の9日16時30分を回ったところでございます。本日も淡路調査場からお届けしてまいりたいと思います。はい、はい、本日ですね、台風の中、はい、もう雨のすごい中、はい、もうねこのスタジオにわざわざおいでいただきまして、本当に大変な申し訳おいでいただきましてありがとうございます。楽しみながら急遽歩いてきました。ありがとうございます。はい、はい、ということでですね、本日のお客様ご紹介申し上げます。運命デザイナーの鈴川聖羅様です。どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい、ということでですね、まずはもうこちらから行ってしまいましょうか。はい、何やらこのなんかこう運命デザイナーということですからね。はい、そうですね、うん、なんか運命をこう、うん、決めてくれる人。そうです、デザインしちゃうんです。デザインしちゃうんですということで、お仕事はということで、はい、お仕事ですね。はい、はい、どんなお仕事なんですか。そうですね、まあ、運命デザイナーっていうのは肩書きなんですけども、簡単に言えば私は占い師ですね。あ、占い師、はい、はい、なんですけど、まあ、占い師っていうと、うん、なんか占いしてくれるとか、うん、どっかの小屋にいるとかっていう感じじゃないですか。で、なんか結構なんか古風な感じがするので、デザイナーっていうと、はいはい、なんかもっと想像力があるかなと思って、そういう名前をつけてます。普段はですね、皆さんご存知 の、うん、星占い、星占い、星座占いですね、はいはい、とタロット、タロット、カード、カード、カード占いと、はいはい、あと手相。おお、手相も、はい、とかはまあ、使って鑑定をしていたりとか、はいはいはい、あとまあそういうのも結構前の方で学びたいという方がとても多くて、うんうん、そういう方向けに講座というんですか、セミナーを今年でね100回ぐらいセミナーしてるんですよ。今年?1 年間、今年1年で、ね、ちょうど昨年夏から1年、夏から1年に100回ぐらい占いを教えてます、ね、すごいですね。はい、じゃあ1年でもう大体100回ぐらいやってしまってるという。そうですね、これはあれですか、はい、セミナーは例えば対象は何人ぐらいであるんですか。あ、もうなんかその時の希望者なので、まあ、少ない時は 2,3 人から、多い時はやっぱ10人ぐらいになるので。なる、ちなみに鈴川さんにこれ、はい、セミナー受けたいっていうふうに申し込みする時ってどういうふうにアクセスすればいいですか。あ、うん、運命デザイナー検索、アメブロ、アメブロ、ブログ、あとフェイスブックでもやってますね。ブログ、フェイスブック、うん、鈴川聖羅って、はい、引くとブログとかフェイスブック出てきますよね。そうですね、そしてそのブログやフェイスブックでアクセスしていただけると、はい、なんかメールアドレスとか出てるんですかね。ご案内とか今月の私のスケジュールが出てますので、興味があるのを知っていただければ。あ、もう、うん、申し込みができるようなスムーズにできるような感じになってるわけですね。はい、なるほど。ということで、はい、今は手相とか、うん、星とか、うん、ね、さまざまあると思うんですけど、セミナーもやられてるということで、はい、セミナーではどんなことを教えてるんですか。あ、そうですね、例えば占いであれば、うん、星占いであれば本当占い師志望の方もいらっしゃるので、はいはい、そうすると本当にもうなるためにスキルを教えたりもしますし、うんうん、結構来る方経営者の方が多くてですね。経営者が多い、それはなんででしょうね、はい、例えば社員の方とか、うん、人と関わるお仕事をしてる方って、はいはい、やっぱその変な意味での相手のこと知りたいじゃないですか、どういう方って分かっていれば、うん、もっといいアプローチができたりとか、はいはいはい、その社員であれば、うん、いいその営業がいいのか、うん、企画がいいのかっていうのを当てられるので、うんうん、そういった意味でその占いを学ぶことで相手を理解をするっていうこととか、自分をそのもっと今よりも知って、うん、いいタイミングで物事を起こしたいっていう方が多くて、結構最近はそういう方がね、来られますよ。やっぱりあれですよね、自分でこういうふうにしたいんだけどって思ってるけど、うん、なんか背中を押してほしい材料が欲しいのかな、はい、背中を押してもらいたい材料が。そうですね、か皆さんもう決まってるんですよ、まあ、占い来る方もそうなんですけど、もう心は決まっているんですけど、あと一歩、なんかちょっと、ね、ちょっとだけ背中ポンとね。そうそうそう、あ、でもこうやって聖羅さんがこういうその背中を押す役割になってると、うん、
その人が幸せになれたりとかってするとね、うん、すごくなんか社会的に意味がありますよね。あ、ありがとうございます、うん、なんかね、そういう風になれたらいいなと思ってやってます ね。なんかこう勇気づけられたりとか、うん、一歩踏み出せなかったのをこう踏み出せるようになったとか、うん、それでその人の人生って決まってきますからね。そうですね、うん、やっぱり本当にちょっとしたきっかけだと思うんですよ、うん、でその占い師さんのイメージって皆さんいろいろあるかと思うんですけど、うん、例えばなんか何々しなさいとか、うん、こうしないから良くないですよとかっていう人もまあいるかもしれないんですけど、私はまあ基本はその人が好きにしたらいいですし、やりたいとかこうしたいってことだけを聞いて、じゃあそのためにはこうすればいいんじゃないですかって、本当にその人が望むものに対してまあイエスを言うためにじゃあどうするかっていうことを考えるので、あんまりなんかね、なんとかだと不幸になりますとかって言われちゃうことないですよね。なんかそう言われるとそのなんか暗い気持ちでなんかこの占いが終わってしまうみたいな、ね、そうだから泣きながら帰ってくるとか、そういやでも本当占いってその明るい気持ちで帰りたいですよね。そうですね、うん、でただやっぱりちょっとこういうこと気をつけた方がいいんじゃないのぐらいの程度のね話をいただいて、なんか前に進めるような占いがいいですよね、はい、そうですね、うん、ちなみにこのタロットカード今日お持ちですけど、うん、そうなんですよ、ね、そうなんですよ、ちょっと今日はカードを引き合おうと思いました。私も引かせていただきます。本当ですか？引き合うんですね。引き合うんですよ。面白い面白い。じゃあ今日、じゃああれですね、好きなところでストップと言ってください。わかりました。ストップ。はい。はい、じゃあ引いていただきますよ。はい。ニューン。おお、そういう風にするんですね。お好きなカード、はい、じゃあまず1枚選んでください。1枚。はい。じゃあ。何が出るかしら、はい。これでいきましょう。はい。はい、これですね。ですね、いいですか？はい、ですよ。はい、はい、頂戴いたします。はい。うん。うん。ほう。ほう。ほう。なんすか、なんすか。ですね、これはね、7番目のコインのカードなんですけど、これ遠いかしら。ああ、7番目の、じゃあ私はい。7番目の恋のカード、これですね、これ笑うとこじゃないんですか、ごめんなさい、今結構発揮せませんね、今何か中途半端になってる物事があったら、うん、そろそろ固めた方がいいかもしれないです、うん、ありますありますか、ありますこれクモの巣張ってるの分かります、はいはい、分かります、中にありゃーって入ってるんです、あやありゃーってこの人がありゃーって入っちゃってる。なるほどね。なるほどね。なので、ハルノさん、もしかしたらこう雲の巣からそうそう出なくてはいけないので。ああ、そうですね。これはしがらみかもしれないよね。ああ、人間かもしれない。人間かもしれない。自分のそのモヤモヤしてるものしてるものありますよ。ありますか？すいませんね、このところで。中途半端にしているものありますよ。はい、それはもう早く片付けて。うん、世に出したいものなんですよ。いいですね。そう、うん、ね、じゃあずっとやってたんですね。そう、ずっと取り組んでるんですけども、うんうんうん、まだそれがその形にならずにモヤモヤっとしたままなので、うん、それを世に出したい。うん、ああ、うん、はい、もうその、もうそのタイミングかもしれない。ね、もうだからもう本当に早々にやりたいんですけど、なかなか手がつけられなくて、うん、だからモヤモヤしてる。はい、ああ、そうなんですか。そうそうそう。じゃあちょっと未来見ましょうか。もう一枚選んでください。あ、いいですか。はい。何ですか。はい、なんか楽しいです、ね。楽しいな、なんか、うん。じゃあこれを。はい。何でしょう。またまたこれ、これいいんですか、ええ、これね、死神なんですよ。うわすごいな、すごいな、やだな。でもね、これはリセットって意味がありますので、やっぱりこの今モヤモヤしてるから、うん、それをこれリセットさせてゼロにする、スタートさせる意味がありますので、やっぱそのためには何か一個手放すとか、ちょっと片付けをすると新しくスタートする、足の再生がやってきますから。死神って全然イメージ一番タロットで怖いイメージあるんですけど、はいはい、そうではなくて、一番新しく生まれ変わるというか、その最後の瞬間っていう意味があるので、要するに次のステップに行く、はい、瞬間。そうですね、結構今そんなタイミングなんですね。ちょっとなんかこれもう一枚行きたくないですか、これ。すいません、もう一枚行くと何ですか。いや、もう今度未来、もう結果にしましょう、これ結果か。しましょうとかって、すごい、はい、はい、ありがとうございます。はい、安心した安心したこれはですね、コインの2っていうカードで、こちらはですね、うん、楽しみながら、うん、これからご自分のお仕事できますし、バランス取りながらできるので、今までとか負荷がかかってたり無理したところが、うんうん、すんなりと、あ、これだ、楽しいっていう風になれると思います。あ、素晴らしい、よかった、よかった、こんな感じです。なるほど、今のステップ、今これを脱出すると、はい、
ね、楽しみながらまたまた、ね、またさらに楽しみながら、今も楽しいんですよ、うん、楽しそうですもんねこうやっていろんな人とお会いできるし、とても楽しいんですよね、はいはい、え、ご自身のは、ご自身はちょっと私も行くんですか、うんうん、どうしようかな、これ怖くないですかいやいやいや、どうぞどうぞ。じゃあこちら引きます。おお、これはこれはこれはあの棒、木のワンドという棒の2番のカードなんですけど、これは今現在、はい、現在どうしましょう、どうしよう、自分の名前ので自分の名前初めて喋りますけど大丈夫ですか。え、すごいすごいすごいですね、すごいすごい、これなんだろうな、そうですね、ちょっと今私あのね先のこと考えてるんですよ。これあの未来を見るとか、あの今後どうしていこうかっていうのをちょっと考えてるカードで、まだちょっと決まってない感もちょっとあるんですね。今後のことですね。今後のこと、どういうふうにね、仕事したらいいかとか、どういうふうにあの、うん、来年とかね、作っていこうかなって今ちょっと悩ん、いい意味で悩んでます。なるほどなるほど。次のステップに行くための、そうですね、前に行くための、したらそのアドバイス欲しいな、アドバイスください。あ、どうぞどうぞ。はい、これです。あ、いいカード出た。あ、これはなんか虹がかかってますね。そう、虹がかかってますね。これは9、カップの9というかカードで、これ願い事叶いますカードなんですよ。おお、願い事が叶います。そうですね、じゃあ欲、ちょっと欲出しちゃおうかなあれやろうとかこれやろうとか考えちゃっていいかもしれないですね。このカード、ウィッシュカードって別名呼ばれてて、願い事は叶いますカードなんです。ウィッシュカードね。ウィッシュ、あ、ウィッシュ、ウィッシュね、ウィッシュね、ウィッシュ、うん、あー、なるほど。そうなんです。なんで、うん、これ下になんか英語が書いてあるんですね。そう、そうです、そうです、うん、ナイスオブカップス、うん、そう、ナインのカップ、ナインオブカップスか、カップが9個並んでます。うん、これどんな意味なんですか、ナイン、9つのカップ。あ、10個でこれは1から10なんですよ、トランプみたいな形で、カップが9個で10個で完成するので、その完成の1個手前って意味なんですよ。でカップは心を表すので、自分のその望みとかハートが叶いますよっていう意味なんです。あ、そういうことなんですね、はい、意味があるんだな、はい、いいですか2つで。あ、もうなんかいいです。あ、これでもいいカードが出た。もういいです自己満足しましたこういうお仕事ですね。こういうお仕事ですね。あとテストとか見てくれたりね。あ、そうですね、そんなこと、ありがとうございます。そしたらこちら行きましょうか、はい、ね、このお仕事を始めたきっかけは、はい、きっかけですね、私もともと会社員でして、あの保険を売ってました。 あ、そうなんですか。そうなんですよ、で、あの当時、まあこの辺とか飛び込みよくしてて、うん、おーおー、飛び込み、神田あたりを、そう、神田とか、あの新橋とかずっとこの辺り飛び込みしてて、やっぱ本当のきっかけは震災。あ、結構ね、多いですよね、多いんです、聞いてると。そう、うん、結構震災をきっかけに次の人生を歩み始めたっていう、うん、人多いですね、はいはい、そうですよね、うん、でその震災があった時も、その家に帰れなくて、やっぱりちょっと待ってしまって、でその日、まあちょっと変な話、契約もらう予定が震災の翌日だったんですよ、はいはいはい、でそれがちょうどあの新橋とか銀座のあたりの客様で、で行ったんですね、はいはいはい、ウキウキしながら、契約もらえるからハンコもらい行ったら、はいはいはい、なんかあのその方サービス業の方で、その雇用がやっぱりその不安定というか大きな会社ではなかった、不安定だったんですね、で今日私もらえると思ってウキウキして行ったら、あの言われた言葉があって、あの、まあ、入ろうと思ってたんだけども、まあ、震災とかこういう時に、そのお金とか安心は大事だと思ったけども、自分たちは明日食べるご飯が、の方が心配だし、会社をそのもしかしたらね、あの辞めなきゃいけないかもしれないから入れないって言われた時に、おーって思って、確かにって思っちゃったんですよ。いや、でもそれはそうですよね、優先順位からするとね、理解はしてると思うんですけど、ってことはこの人がこの瞬間幸せになってもらえるものが私提供したいなと思って、占い師になるのはね、小さい時からなんとなく分かってたから、なんとなく分かってた、なんとなく分かってたんです。それはなんかこう、予感みたいなのがあったんですか。そうですね、なんかやけに占い師の本とかだけ残してるんですよ、よくわかんないんですけど。あ、昔いろんな本買ったけども、でも占い師の本だけが残ってると、残ってた。あと占星術って天文学なんですね、あの、星占いって、やけに宇宙の本だけ取ってあったりとか。あ、
でもそういう意味では必然なんですね。必然かもしれないですね。でそこで、あ、そうか、そろそろ占い師やる時が来たなと思って会社をその後辞めると言って、今、まあ、この仕事をしてますね。で、まあ、きっかけも少しお話しすると、さっきでちょっとお話したんですけど、まあ、自分自身がずっと、もう前 ほとんども小さい時から、なんか女性が好きで、女の子がすごく好きで、で言えなくて恥ずかしいと思ったし、でその他に、まあ、あの学生の頃からちょっと、ね、あのバイトで、まあ、夜のお仕事して してたんですよね、はい、でそれもなんか言えなくて、言えないこといっぱいあったんですよ、人に。あの悪いことではないと思うんですけど、でもなんかちょっとね、マイノリティ少ないものっていうのは批判されがちですし、やっぱりその気持ち悪いとか偏見もあるので、ずっと言えなくて、で、なんで自分はこんな言えないんだろうとか、こんな人生なんだろうって思って、もしかしたら占いとかにはその答えが載ってるかもしれないと思って勉強し始めて、で意外と、ですね、あの私には師匠が、師匠がやっぱりいらっしゃる、いますね。あの御年80過ぎの現役なんです、の女性なんですけども、やっぱり師匠がいらっしゃるんですね。いますね、立派な方なんですけども。に幅入って弟子入りをして、で、まあ、そのぐらいからただ自分がちょっと言っちゃいけないと思ってた、その女性が好きとか、夜の仕事してますとかってをちょっと言うようにしたら、誰も聞かなかったんです。誰も聞かないから大丈夫だって思いましたし、意外と頭固くて、会社員じゃなきゃダメだとか、お勤めして福利厚生がいい会社にいないと将来が不安だっていうのも刷り込みで入ってたので、もう独立するとかね、考えてなかったんですけど、意外と平気で、時に、あ、なんかそんなに自分が思ってるほど人生ってちっちゃくないし、で私はそうやって自分の人生をあの好き勝手今やっぱ生きてて、誰にもその楽しく、みんななんか、あの優しいんですよね。なので、まあ、そういう人、私みたいな人がもしいたら運命はねデザインできるなって思うので、それで今運命デザイナーってなるのって言うんですよ。要するにさっきの話じゃないですけど、この自分でね、この先に行ったらもう大変なことがあるんじゃないかって、なんかこれ固定概念だったりするんですよね。あ、そうですね。そう、でも本当に一歩踏み出すと、そんなに大変じゃなかったりとか、なんかあの余計にあの先がわーっと広がってきたりとか、なんかもっといい世界見えたりとか、いうことって私たくさんあると思うんですよね。そうですね。だから例えば行ったことによって人のつながりがぐわーっと広がったとかね、そういう、多分セイラさんもそうじゃないかな。多分そういうことをオープンにして、あのカミングアウトしたことによって、なんか世界がまた違う世界がぐわーっと広がって、そうですね、なんか急にその乗ってるレールがカコッて変わって、あのお花畑みたいなところに行けたんですよね。素晴らしい素晴らしい。でもそういうことですよね。そうですね。例えばサラリーマンの人が、その独立をすると大変なんじゃないか、食べていけないんじゃないかって思うけども、一歩前出して、一歩こうパッとね、こう出た時に、そのもう食べていかなきゃしょうがないんで、必死にやるんですよね。そうですね。そうすると、また違う世界がガーッて広がってきたりとか、っておそらくあると思うんですよね。ありますよね。まあ、よくあの食わず嫌いってあるじゃないですか。怖いとかね。そうそう、ありますね。なんか教えられて耳の島になってて、聞いてることでなんか自分が怖がってしまってるとかね。ありますね。なんかそういうことって大いにあるんですよね。そういう人をこの占いとかこういうことってね、背中がポンと押してあげられると、ものすごいね、なんだろう、こう未来が開ける人っていうのがたくさんなんか出てくる感じがしますね。そうですね。まあ、私ができたんで誰でもできると思ってるんですだから要は簡単に言うと、で占いもきっかけなので、あのこれ当たるとか全てでは全然なくて、その時の困っている時に一つ、まあ、さっきのカード一つでもいいですけど、それがあるだけで ね、その人の人生が変わる、お手伝いがちょっとできたら、それはありがたいことだなと思ってます。素敵ですね
素敵ですね。なんか占いとかって、はい、ややもするとなんか怪しいって感じに捉えられやすいじゃないですか。うんうん、そうですね。でもなんかこうやってお話しいただくと、うんうんうん、なんかすごく世の中のためになりそうだなって、うんうん、その気持ちになりますね。ありがとうございます。うん、背中ポンってね押してくれるようなそういうね。私もね手相はね過去に何度か見てもらったことあるんですよ。ほうあほうあでも手大きいですね。大きいですね。そうなんです。頭脳線が2つに分かれている、感情線が2つに分かれている、バランス型です。あ、ありがとうございます。すごくすごいですね。鮮明線2つあるし、すごく人の気持ちが分かる方っていうのと、いろんな考え方の柔軟性があるのと、ご自分の感情に対しても冷静さと厚さを持つので、こういう人と関わるお仕事はすごく、やっぱ教えるとかが向いてらっしゃるんじゃないですか。本当ですか。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。うん、で、うん、手相を見てもらうと、はい、自信を持てるんですよ。やっぱり。そうかと。そう。あ、でもね、そのなんか自分のその今までしてきたことと、なんか符合するんですよね。なんか確証を得るというか、はいはい、根拠を得るというか、ね。これでよかったんだみたいなのですね。そう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 。すごく自信持てるんで、うん、嬉しいんですよ、はい、逆に。ということで、これ行きましょうか。はい、私のカード引けるんですよ。そうですそうです。はい、ヒューマンスキルがですね、この価値観カードぜひ一つ引いてください。あ、どうしよう、ドキドキしますね。はい、これ結構神がかってますからね。神がかってますよね。占い師。どうぞ。引く。何これ一番。おお、なんか初めて出ました。一番。一番って何ですかね。一番。いやー、これ一番にまつわるエピソード。一番。まあでも今は感じてることでもいいですよ。そうですね、すごくちょっとこれあんま普段喋んない話なんですけど、まあ、皆さん知ってると思うんですけど、私は会って人は私すごい負けず嫌いなんですよ。で雰囲気こういう感じなので、一見なんか柔らかそうとか控えめそうなんで、うん、全然控えめじゃなくて例えば私は1社目の会社すごい大きなメーカーいたんですけど、同期で成績一番 で、はい、で保険の時も一番で、ああ夜の高級のクラブのお姉さんも一番、ああじゃなきゃなんですすいません、やっぱりそうなんだ。でもこんなこと言うとまだかってちょっと恥ずかしいですそんなそんなでもやっぱりこういう運命デザイナーってこの世界でも一番になれるんですか。そうです ね、いい意味で占いを、うんライトな形でこのように広めていく、うん、まあ一番というよりもそういうきっかけの一番星みたいな、うん、いいですね、うん、になれたらいいなと思います。なんか一生懸命やって、うん、こう見渡したら結果的になんかこうちょっとね、うん、一番というか、うん、なんか目立つ存在になってるとか、うん、そうですね、それで私がどうというよりもそれを見た人が、まあ、その続々とね、うん、変わって、まあ、その良い人生を楽しんでくれたらいいなっていうのが今やりたいことなので。そうです、うん、そうなんです。でもやっぱりこのお仕事ってみんなそうだと思いますけど、はい、その誰かのお役に立つっていう気持ちをやっぱ常にどっかで持ってないと、うん、やっぱりうまく長く続かないんですよね。そうですね、自分のためだけにやってしまうと本当ですね、苦しくなるんですよね。なんか行けてもちょっと途中でなんかね引っかかるんですよ。そうですね、自分のためだけにやってるとね。そうですね、はい、ということでじゃあこちら行きましょうか、はい、もう一枚引けるんですね、はい、楽しみだ、はい、ビジョンカードです。ビジョンカードです、はい、はい、どうぞ。お端っこに行きますね、うん、逃げましたどうぞ、はい、はい、何ですかこれ、はい、お、あなたが今最も夢中になっていることは何何これ夢中になっていることってもうなんか今お話しいただいたこと占いでしかないですけどね、うん、夢中になっていることですか、ね、うん、うーん、あー、占いが大好きなんですよ。はい、でもやっぱ仕事と好きってやっぱすごく大切なんですけど、うん、こればっか見ちゃうと周りが見えなくなってしまうので、なんか今取り組んでることとかあったんですか。なんか占い以外、仕事以外になんか趣味とかなんかそれもなくて強いて言うなら、さっきの夢中になりたいことがあって、なってるのかな、私ずっと女の子好きって言ったじゃないですか、はい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 、なんかね人生初めて男性好きになったんですよ。そうなんですか、ね、人生面白いですね、どこかでなんかきっかけがあるんですね。そうですね、うん、スイッチみたいなのがあって、ね、うん、なんで恋愛に夢中になりたいです、うん、ああ、その男性好きになった男性はどうなんですか。どういうことですかいやいやいや、好きになった男性って好きなんです。スイッチ入った時、あ、なんか、うん、もうちょっとタイミングがね、占い的にね
なるほど、なるほど、なるほど。でもなんかそういう夢中になれるっていうもの、なかなか人生でなくて、私はやっぱり占いが今すごく夢中で、はいはい、他に夢中なことがないぐらい本当にそればっか没頭するタイプなので、うんうん、ね、本当にそういうものに出会える、自分もしかり、人もしかり、うん、そういうの見てるの大好きですよね、うん、夢中になってる人の顔とか。あ、なるほどね、なるほどね。でも夢中になってる人はかっこいいですよね。かっこいいですね、うん、男性女性関わらずかっこいいと思います。応援したくなります。応援したくなります。だこの番組も、うんうん、一生懸命やってる人応援したいんですよ。ああ、いいですね。そう、だからこの番組でね、アピールさせてもらってね、なんかお役に立てればなと思ってますけどね。素晴らしいですね。いや、でも今日は本当にいい占いをいただきました。またちょっと元気になりました。あ、本当ですか。こちらこそなんか引いてとか自分ドキドキしてますね。一番と夢中なこととかってすごい両方ともなんか集中するテーマじゃないですか。ああ、まあそうですね。一番はでもいいですね。一番なんていうね、そのこれキーワードはなかなか出ないんですよ、はいはい、これは私初めてじゃないですかね、今回。いや、なんかやっぱ持ってますね。ありがとうございます。持ってるんですよ。一番になります。一番に、うん、素晴らしい。では、はい、もうそろそろお時間なんですが、はい、ありがとうテレビなので、ありがとうテレビなので、感謝の気持ちをお伝えするコーナーなんですが。あ、そうですね。そうそう、はい、どなたにお伝えしましょうか。どなたに、うん、あー、そうですね、やっぱり今までもうここで私占いやってることも知らない人っていっぱいいると思うんですよね、はい、前の会社の人とか、本当に学生時代の友達とかって、うん、まあ、それも含めて全員、出会った方全員にちょっとお伝えできたらなと思います。ぜひぜひ、じゃあお願いします。はい、はい、今運命デザイナーのセラとして活動しております。ここにやっぱ至るまでは多くの人のご協力と、もう本当力で、なんか今日はここに座っていますが立つことができました。本当今でもいろんな方にご迷惑かけて、心配させていただいてもらったりとか、優しい言葉いつもいただいて、もう本当に私一人じゃ何もできないなっていつも思ってます。怒ってくれる方、なんていうのかね、いつも話聞いてくれる方、私の占いを受けて、ありがとうって言ってくださる方も、本当すべての人にも心から感謝いたします。ありがとうございます。どうもありがとうございます。うん、ぜひセイラさんをですね、これからもまあ、支えていただきたいなと思いますし、はい、ね、いい関係をね、そうですね、その周りの人たちをね、作れるといいですね。またよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、ということでね、そろそろ終わりなんですけれども、最後に一言、はい、一言、はい、このお仕事を続けていく上で、はい、大事にしたいこと、はい、一言で言うならば何がありますでしょうか。そうですね、うん、私が大事にしたいことですよね、はいはい、人間でいるってことですか。人間でいるってこと、人間、自分が人間であるっていうことを、その大切にするっていうことですね、うん、生まれてきた意味とか理由とかって、うん、まあ、勉強したりとかする中で、結局自分は人間として生まれて、やっぱり美味しいものを食べたりとか、まあ、恋したりとか、人と関わっていくこと、なんかそういうのを忘れちゃいけないなって、うん、例えばいくらいろんなことができたりなっても、うん、おごっちゃいけないし、感謝したいし、はい、あとなんかある意味俗っぽい、一人の人間で会い続けるっていうことを大切にしたいなっていつでも思ってます、あ、素晴らしいですね、はい、これはやっぱり感情も含めてですよね。感情も含めてなんか人間でありたいっていうのは、う、泣いたり ね、そう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 。人間、感情大事ですからね。大事ですね。そうそうそう、それをやっぱり表現できるね、はい、うん、素直さというんですか。そうですね、そう思ってタイプありますよね、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ、ね、改めてご紹介申し上げます、はい、本日のお客様、運命デザイナーの鈴川セイラさんに本日はおいでいただきました、ありがとうございました。ありがとうございました。